このようなね、めちゃくちゃ迫力のあるポージングができちゃいます。腹部パーツも一段一段ね、立体的になっているので、すごい細かいですよね。このボリュームすごくない？この勢いが増してさらに迫力が出るんですよね。バンダイマニア元気モニモニモニちゃんです。バンマニ上陸レイくんです。いつでもフルスロットルつぐみんです。今日紹介するのはこちら、プラモデルフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツジャックアクションです。プラモデルフィギュアライズスタンダードにウルトラマンスーツジャックが登場しました。6兄弟並んでます。並んじゃってます ね。最高の絵面、うん、しかもこのジャックは、はい、アニメのウルトラマンのシーズン2に出てきたウルトラマンなんですけど、うん、もうようやくここに登場して、はい、この並びが見れるのは感激ですね。ねえ、はい、6兄弟でもうそれぞれ全然造形とか、うん、そうですね、そう違うから、うん、フィギュアライズスタンダードを通してその違いよくわかるよね。しかもメカディティールとかもね、はい、もう間近で見れるので今後ろから見てるけどすごい細かいですよね、うん、すっごい細かい、はい、さらにですよ、うん、今回はジャックらしい付属パーツもうめちゃくちゃついてるらしいので、そこも詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンバニ中身を取り出してみました。たくさんのランナーが並んでますね。ここにシールも付属します。ちょっと詳しくランナーを見ていきたいんですが、まずはこちらですね。ウルトラマンスーツジャックのこうメインカラーがシルバーとレッドということで、このシルバーですね、まさしくもう本当に金属ですかって思うようなシルバーになっていて、これは組み立てるのが楽しみになっちゃいますよね。そしてこの下のこのパーツ、長いパーツ、なんだかわかりますか？これあれじゃないですか？アックスじゃないですか？そうなんです。まさかこんなにでかいとは。剣の部分のボリュームも気になりますね。お、これじゃないですか？おー、それか。え、ちょっと待って、でかくないですか？これがここにつく。あれ？恐ろしい大きさですよ。組み立てが楽しいですね、これは。楽しみですね。そしてこのクリアのイエローのパーツなんですが、これはですね、ウルトラマンスーツジャックの目に当たる部分になります。ちゃんとね、ここもパーツで色分けされているんです。そしてこれ、なんだかわかりますか？ちょっとこれはわかんないですね。これはカラータイマーです。あー、なるほど。はい、これはじゃあめちゃくちゃ重要なパーツですね。そうなんです。はい、しかもこのカラータイマーもすごいね、光沢感があるんですよ、うん、まさしくね、ちょっと発光しているような感じをパーツで再現している感じがありますよね。そして台座パーツも付属しております。では早速組み立ててもらおうかな。はい、僕に任せてください。組み立てるぞ。よっしゃ、まずはアックスから組み立てていきます。この E のパーツを取り外していきます。へや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 、じゃあじゃあ、くっついた。続いて D を切り離していきます。はいはい、ゲート跡が残りにくくなっているので、ここも切り離していきます。はい、チャッうーんシールをつけたらアックスが完成しました。この調子でガンガン組み立てていきたいと思います。バンマニ、はい、ウルトラマンスーツジャックが完成しました。アクション仕様ならではの広範囲の可動域によってね、原作さながらのこのようなね、めちゃくちゃ迫力のあるポージングができちゃいます。劇中さながらの超マッシブなプロポーションで、ジャックの力強さがですね、再現されていますよね。このね、スーツらしいゴツゴツ感だけでなくて、この太ももや肩周りの丸みまですごくね、繊細に造形されているのを感じます。腹部パーツも一段一段ね、立体的になっているので、すごい細かいですよね。このね、背中の反り具合も見てください。一つ一つのね、パーツが分離しているので、組み立て替えがある仕様になっております。そしてそして、このシルバーの部分見てください。金属感のあるね、シルバーになっているので、とても発色がいいですよね。劇中のシーンを再現したくなります。さらに見てください、別売りの LED ユニットを腹部の関節に内蔵すると、こんな風にね、カラータイマーを光らせることもできちゃうんです。もうね、劇中の感動が蘇りますよね。
腹部の関節は可動優先時と LED ユニット内蔵時の2つが付属しているので、組み替えることで2つのパターンを楽しめる仕様になっています。しかもこれだけじゃないんです。今回のウルトラマンスーツジャックにはこちらの武器パーツが付属します。このボリュームすごくない？ジャックが使ってるこのアックスだったり、この腕につけるレールガンとかソードもあるし、しかも光線パーツまで付いてるね。しかもこの光線パーツ、角度を変えるとこのようにね、ブルーのね、光沢感のある輝きがあるんですよ。これめちゃくちゃかっこいいですよね。しかもこちらのキャノンは原作未登場なんですが、清水栄一先生がこのためだけに書き下ろしてくれたデザインのオリジナル武器になっているんです。これね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。早く装備させたいです。バンマニ、はい、付属の武器を使ってポージングをさせてみました。ジャックのボディが大きいんですけど、それに対してこのキャノンの大きさも半端なくないですか？ちょっとこの大きなキャノンを背負えるのはこのボディがしっかりしてるからですよね。続いてアックスを持たせてみました。このマッシブなジャックさえもこの上回る大きなアックス、ちょっとこれすごくないですか？すごいよね、これ、うん、このアックス約265mm もあるんですすごい、そりゃでかいですよ。すごい、ジャックより大きいですよねこれ、はい。続いてビーム兵器ということで、光線エフェクトを使用してポージングさせてみました。今回このエフェクトは偏光成形を使用しているので、この勢いが増してさらに迫力が出るんですよね。光線ポーズを構える時のこの腕もビシッとこう垂直に構えられるので、より劇中に近いこの頼もしい佇まいを再現することができちゃいます。お次はレールガンを腕に装着するとこんな感じになります。そしてレールガンを差し替えると簡単にね、ソードを装備することもできちゃいます。バンダイマニア、今日はプラモデルフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツジャックアクションを紹介しました。もう満喫ですよ、うん、付属パーツすごくないですか？もうすごいね、キャノンもアックスも大ボリュームでした、うん、僕もちょっとアックスに引き込まれちゃいました。ねえ、もうアックスの大きさやばいよね本当そうですよね。なんといっても6兄弟揃ったっていうのが最高ですよ、はいはい、この絵面だって作りたいよね。そうですよ、もう劇中の再現できますね、こんだけ揃ってたら、うん、ぜひね、今回のウルトラマンスーツジャックをゲットして6兄弟揃えてみてください。プラモデルフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツジャックアクションは3月16日発売予定。このアイテムは気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。